協会 JRP テレビより第3次世界大戦をお届けいたします。お話はユーラシア帝国財団聴導員内閣総裁にお願いいたします。ちょうど第一次世界大戦が終わって、第二次世界大戦、いわゆる日本対アメリカ、この第二次世界大戦の前兆では、いわゆるシナ事変という、日中戦争があったわけだけど、世界戦争に発展する国際連合軍相手に戦う日本、ドイツ、イタリア、三国同盟の世界大戦は1940年と見るべきであろうと。そうすると第一次世界大戦が1905年か、その後の終わって10年、20年経ったら、約30年後に第二次世界大戦になるという。それ以後、1945年にボツナム宣言で最終終結したわけだ。45年から今72年、73年を迎える。ぼちぼち第三次世界大戦だなと。第一次、第二次の間が30年ですから、70年経ったらもうやるやろうと。しかし、その間のガス抜き戦争、ガス抜いたってわけじゃないが、50年には朝鮮分裂南北戦争が起こっておる。60年にはベトナム南北戦争が起こっておる。そして70年は中東戦争が起こっておる。80年にイラン・イラク戦争が起こっておる。90年には湾岸戦争が起こっておる。そして2000年入ってイラクがあり、そして周辺諸国での紛争が未だに続いておると。こういうことからガスは抜けてる。このガスは抜けてるということは、一定の工場生産で作られる大砲の弾だとか、そして、兵器だとか、兵器といっても銃器ですね。こういうものは売られてるわけです。その中規模戦争で10年に1回ずつ起こしてるから。そうすると、中規模戦争が朝鮮、ベトナム、中東、イラン、イラク、湾岸とやっただけでもですね、やはり世界大戦に匹敵する、武器は工場から出て売られたわけです。ガス抜きはでけとるということは言えるわけで、70年経ったから、70年分溜まった武器を一気に売ろうというものではないわけ。しかし、ぼちぼち大きなものを売りたいなと、戦闘機1000機とか、2000機とか、戦車5000台とか、これはやはり世界戦争をやらん限りは売れないだろう。しかし世界戦争の中で、ICBM を含め、この SLBM を入れた、いわゆる 大導弾の核爆弾の搭載されたミサイルが飛び交うような戦争をしたらどうなるのかということも、これは地球破壊、人類絶滅、の戦争をやっていいのかどうかをですね、その戦争を作り上げるマッチメーカーたち、いわゆるロスチャイルド一派が、アシュケナユダヤのマフィアたちが考えているわけです。全員殺しちゃうか、人間を全部殺した方がいいかと、核戦争で。しかし俺たちもほんなら核でやられる場合がある。だからそういうことも含めて、
自分たちの民族、自分たちのファミリーだけは残りたい。その他の全ての人類は殺した方がいいのかと。そういうことも真剣に、現実的に議論してるわけですよ、ニューコートで。だから第三次大戦が、まず核抜きの世界大戦を、核抜きの世界大戦となれば、戦争技術的には第二次世界大戦をちょっとレベルアップしたような戦争ですよ。核は使わない。核は広島と長崎で最後と。まあこれをロスチャイルドが決めてくれれば、核は使わない戦争が第三次世界大戦として行われる。この第三次世界大戦で5000万ぐらいから1億人ぐらい殺そうという計画があるだろうとは思う。その5000万人1億人の中に日本人が、日本列島が入るか入らないかが大きな問題であって、入ったら大変なことだということ。入らないための努力をいかにしてするかということは、強烈な軍事、今の軍事以外の抑止力を日本が持たなければいけない。この抑止力は何だと。日本人はこの地球上で優秀な人間である。人類であると。殺すにはもったいない人類だと、世界中が思うことです。ということは世界中から日本人は必要だと。日本人こそがこの地球を、あらゆる問題を解決してくれる知恵を持っている人、民族だと。だから日本人は殺しちゃいけない。日本人は非常に文化が高い。そして、優秀さもある。だから日本人は生き残らそうという世界から、そういう尊敬の目で見られることが最大の抑止力にだと私は思うわけです。まあ、経済、ファイナンス抑止力だとか、科学技術抑止力だとか、文化的抑止力だとか、いろんな抑止力はあるけれども、やはり世界から必要だと思われる民族になることが大事である。そんなものが核抑止力とか、おもちゃの兵器を持った抑止力みたいなものは、その役にも立たんということです。そういう意味から見て、今、世界にどういうことをアピールしているかというと、政治ですから、政治が日本の最高の選ばれた人たちだけで行われる国にしなければならないということが大事だと思う。政治が国権の最高機関であり、国民を代表するものであると、これは憲法がそう書いてあるわけです。だから国権の最高機関である以上は、国民の代表である以上は、最も国民の中で優秀な立派な人が選ばれるべきであるということなんです。今の政治は国権の最高機関の中に国民の最低の人種が選ばれている。最低が、ホームレスになるような連中ばかりが、みんな国会議員のバッジつけて威張ってる。これでは戦争に巻き込まれて、1億総、これは戦死という事態も当然考えられる。日本民族が全て滅びてしまう。今の政治がそうさすわけ。この愚かな政治を一日も早く
変えない限りは、次の第三次世界大戦の流れ、日本民族は一億総戦死に、すべての民族の崩壊、絶滅につながる。私はそれが国家非常事態ではないかとも思っている。本日の第三次世界大戦、以上で終わりです。ありがとうございました。日本はユーロシアの一員である。